さあ、今回はですね、はい、レジェンド外国人レスラーという形で、はい、潮流、スコット・ノートン。スコット・ノートン。はい。どうですか、スコット・ノートン。スコット・ノートンといえばもう、パワフル、ね、パワー全開の、はい、投げっぱなしの、あれでしたよね。パワーボムね。パワーボム。潮流ボムですかね、まあ。そうですね。まあ、新日本プロですね。はい、で主に、まあ、活躍されてて、まあ、平成のね、日本マット界をね、はい、こう、接近したと言いましょうかね。最強外国人レスラーのスコット・ノートン、はい、潮流の異名を持つアメリカ人レスラーとして、はい、平成の日本マット界における最も象徴的な存在の一人であると、はい、ノートンの巨体と圧倒的なパワー、そして寡黙ながらも強烈な存在感がファンの心に深く刻まれている、はい、まあ、外国人みたいにちょっとね、他の外国人とちょっと違うところがあんまりこうね、はい、パフォーマンス的なことはやらないって、ね、そうですね、はい、まあ、まあその辺もね、日本のファンに受けたのかもしれません、うん、はい、まあ、アメリカミネソタ州ミネアポリス出身のノートンは、はい、アームレスリングの世界チャンピオンとしても知られ30以上のタイトルを手中に収めていたと、はい、その驚異的な力からフラッシュの異名を取った彼が1987年の映画オーバーザトップ、はい、で有名ですよね。そうですね。シルベス・アスタローン、はい、と共演したことは、まあ、多くのプロレスファンにとって象徴的なエピソードの一つであると。はい、まあ、ノートンが、まあ、真に世界に名を響かせたのは、まあ、新日本プロレスでの活躍。はい、1990年、マサ斎藤さんの推薦により初来日を果たしたノートン。はい、初戦からそのパワーを遺憾なく発揮し、まあ、長谷博さんや佐々木健介さん、はい、そして長州力さんを相手に見せた圧倒的な強さは観客を釘付けにしたと。倒れないノートンの姿は一瞬にして日本のプロレスファンの心をつかみ、はい、彼の名声は確固たるものとなったと。まあ、その後、ノートンは新日本プロレスにおいてトップ外国人レスラーとしての地位を確立。はい、1992年にはトニーホームと組んで IWGP タッグ王座を獲得し、うん、翌年にはヘラクレス・ヘルナンデスとのジュラシック・パワーズという、はいはい、タッグ名、はい、で再び王座に輝く、はい、さらに1998年には永田裕二さんを破り外国人として3人目となる IWGP ヘビー王座を手にした、はい、スコット・ノートンが、まあ、特筆なのはそのパワーファイトのスタイル、うん、ノートの得意技、先ほど申されました潮流ボム、うん、潮流ボム、はい、潮流ボム、いや、パワースラムは常に観客の度肝を抜くものであったと。そうですね、あのパワースラムもね、うん、やっぱね、ノートはやっぱ背もあって体もあるじゃないですか。そうですね、すごいなんか大きな弧を描いてからのパワースラムだったんだけど、他の選手もパワースラム、ね、うん、使うね選手いたんですけど、うん、なんか迫力が全然違ったんですよね。なんか迫力が違いましたね。シンプルな技なんですけれども、ノートンが使うとすごくこう、そうそうそう、大技に見えますよね。そう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 、はい、特にパワースラムっていうのはちょっとつなぎ技的な感じ、ね、そうですよね。ロープに振ってからのですね、まあ、潮流バムっていうのはあのパワーボムですね、はい、パーボム、まあ、派手な感じですけど、ノートンが使えばさらに、うん、さらに、はい、まあ、フィニッシュ時に見せる相手を圧倒的な力で投げ捨てる様はまさにノートンの代名詞と言えると、はい、1996年 WCW の NWO にも参加し、アメリカのリングでもその存在感を示したノートン、うん、はい、しかし日本のファンにとってノートンの圧倒的な強さと誠実な人柄が魅力的だったことは間違いない、うん、ノートン自身も日本のリングでの活躍を誇りに感じていたと、はい、強さはもちろんだが、その裏には日本プロレスへの深い愛と尊敬があった、うん、繰り返し来日し、新日本プロレスのリングに立ち続けたのもその証であると、はい、2022年4月には新日本プロレスのアメリカシカゴ大会にてビッグマッチにノートンがブルークラブのメンバーとして登場し、場内を大いに沸かせた、はい、日本マット界において潮流スコット・ノートンの輝かしいキャリアは、まあ、これからも永遠に語り継がれるのではないでしょうかと、うん、そうですよね、こういうようなところなんですけれども、はい、スコット・ノートン、スコット・ノートンはやっぱりね、うん、体がすごい分厚い、うん、肉厚がすごい、ね、肉厚がすごくて、うん、それが脂肪じゃなしで、うん、筋肉やったんで、うん、腕の太さはやっぱり、うん、アームレスリングのね、やっぱ世界チャンピオンでタイトルいっぱい持ってたっていうだけあって、うん、やっぱ腕の太さが尋常じゃなかったですもんね。そうですね、まあ、そういう形でこうシンプルな技をこうノートがやると大技に見えると、うん、すごいやっぱり、うん、紳士なんですよね。そうですね、うん、まあ、その辺も日本のマット、うん、プロレスファンに受けた部分もあるのかもしれません、うん、外国人特有のこう派手なパフォーマンスというのは、ね、そうそうそうなんなかったもんね、もうまさにパワーで、うん、
存在感を示す、そう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 、説得力がある技、うんうん、そうだね。まあ、そこからこう NWO とかにもね、長野さんと一緒にやったりして、はい、まあ、いろんな顔も見せてくれましたし、うん、まあ、そういう形でね、はい、今回のスコット・ノートンの、まあ、ご紹介をさせていただきました。またね、はい、この動画見ていただける方で、うん、あの外国人レスラーインパクト残ってますよとかいうことをね、ね、教えていただければ我々も嬉しいです。はい。はい、ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。